こんばんは。今日はこのね、この前作ったボタンで小さなねニットポーチ作ろうと思ったんですけど、ちょっと可愛くね、あの小さなリュック型にしようと思ってちょっと編んでいきます。まずリュックの本体を1、2、3、4、5、15、細編みをね2周ぐらいして底を作ります。まずそっからずっと長編みで袋状に編むんですけど、細編み2周したんでこっから立ち上げて長編みを何も入らないと思うんですけど、小さすぎてただ可愛いんでね、あのほんまにちょこんとぶら下げても可愛いと思うんで、ほんまに小銭入れにしてもいいですし、でこれね私赤とキノコカラーで作るんですけど、全然色変えても可愛いと思います。もう茶系にしたり、ほんまにブルーとかピンクとか、はい、こんな感じで長編みを9段編みました。もうこれぐらいでいいと思うんですけど、こうなって蓋が来て、で最後10段目はあの紐を通す穴を作るんで、1個飛ばし、長編みを3目ぐらい編んだら1個鎖編みして、で1個飛ばすと穴ができるんで、これを繰り返します。中の方でくくっときます。でリュックの蓋は、キノコの頭、丸を編みます。はじめ細編み、同じ穴に細編み5目ぐらい編んで丸を作ります。で次の週2週目は同じ穴に2目ずつで目を増やして広げていきます。まあもういびつになってもいいんで、大体の丸をね、これぐらいかな、蓋になるぐらい編んでいきます。これぐらいになってきたら、1、2、3、4、5、6周ぐらいしてるのかな。でそろそろねこうなってまだ編むんですけど、まだ広げますけど、ここにボタン通る穴を作りたいんで、1鎖編みを2、3、4、5、ボタンの大きさぐらい5、6ぐらいだったら多分通ると思うんで、どんぐりでもキノコでも、で6やったらこの辺まで飛ばして、またこっから鎖編み、あ細編みな、ここ穴開くんで、でこれでまだあと2周ぐらいしようかな。はい、ここまで来たんですけど、もう結構大きい丸になってきたんで、この辺半周、あと半周ぐらいでいいかな。もういいですね。あ、これ縫う前にちょっと紐、肩紐先に縫っとこうかな。今23目ぐらい編んだんですけど、これぐらいですね。でこれで1周細編みします。これ通す紐ですね。60目編みました。で、肩紐がこうできたんで、これを縫い付けましょうかね。こことこの辺に。水玉を、これ丸 5目を編んだだけの丸です。こうやってね、縫い付けようと思って、こんな感じで縫い付けてます。
構簡単にね。でこの中入れといて、紐通します。こうやってだけ大丈夫と思います。でここにキノコのボタンをこの辺に縫い付けます。もうねボタンはね硬くなりましたよ。もう3日4日ぐらい経ってるのかな。はい、これで完成です。ウッドビーズとか通したらねこうキュッてなるんですけど、でボタンを閉めて完成です。キノコのミニリュックめっちゃ簡単なんで、これこの辺ポケットつけてもいいと思うんですけどね、1個2個とか。どんぐり縫い付けました。なくてもいいんですけど、こんな感じでねできました。かわいい、かわいい。これいろんな色にしたり、ここ別に普通のボタンでもいいし、はい、これは四角人形には大きいんですよね。でもかわいいです。あの背負わせると編みぐるみぐらいのサイズですよね。このこれを持ってね、いっぱいもおあの紅葉を見に行っていきます。これを持って近いうちなので持っていきたいものがいっぱいあるんですけど、どうしよう。これも持っていきたいし絵本も持っていきたいんですけど、絶対いらないんですけどね、紅葉に絶対いらないけど持っていきたいんですよ、お出かけに。で御朱印巡り行きたいんで、京都に行くから、なので御朱印帳も持っていきたいし、これ同じ格好で行こうと思ってるんでこれも持っていきたいし、あこのカバンもね、これのバッグで行くんで、こんだけあのアフガン編みのねバッグメインに持っていきたいんですけど、こんなにこれもこの辺も持っていこうか、写真撮りたいんで、これはなんか使えたらこれも入れとこうどうしよう、これもつけていこうかな。どうもとっていうね、これとこれとあれと思ってたらおかしいですよね。まずこれにこれも入れる。これ小さいのはここ入れといてもう何でもいいわっていうあれですよね、見てる人からしたら。とりあえずこんなんで、これ持ってこれも手に持つの恥ずかしいから、これこの辺は紙袋に入れます。このカバンでこれとこれ持って紙袋に入れていこうかな。これで行ってきます。またね紅葉の動画撮ってきます。はい、ここまで見てくれてありがとうございました。これかわいい、これのこれと一緒に置いてたかわいい、もう可愛いですね。こんだけあると編み物が、でこれも持っていこうと思って、ほんまにいらんもんばっかり。これを紙袋入れて持っていこう。これもねこの辺もこれでね行ってきます。まあまだですけど、
これ持っていきます。